午後のティータイムのひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、素敵なプロマイドから入りましたが、実は今週のテーマが昭和といえばというエピソードを教えてくださいということで、ショップチャンネルの三大アイドルのプロマイドを今日は飾ってスタートとさせていただきたいと思います。さあ、ということでこの10分間はですね、商品の紹介は行わずに、お客様とそしてショップチャンネルがより親しくなれるようにということで、皆様からいただいた投稿をご紹介していく10分間となります。そして今週は桜草様からの投稿です。ああ懐かしき昭和のエピソードを教えてくださいということで、だいぶ盛り上がってます。そして投稿テーマを採用させていただいた方には、こちら金のお茶いこステッカーをプレゼントいたします。そして番組内で投稿をご紹介させていただいた方には、こちらショップチャンネル特製お茶いこステッカーをランダムで1枚プレゼントさせていただきますので、あと明日もありますからね、皆様からの投稿をお待ちしています。さあ、ということで今週の投稿の前に、まず月曜日私担当したんですが、私の昭和エピソードは授業中に、お手紙をね、みんなで回したりしたよねっていうお話をしたんですが、ちょっとお約束してました。いろんな手紙の折り方ありませんでした。私はですね、このちょっとヘタピラで折ってきました。このバージョン、ソマちゃんなんていうことで、こう中身が見えないようになってますし、そのソマさんからはこんなイチゴとか、あとはこちらも懐かしいんじゃないですか、ハート型ということで、もう番組の女性陣がおのおの折ってくれたんですが、こんな感じでね、青春時代、まだ携帯とかがない時代でしたので、お手紙回したりとかしたと思いますので、他の折り方あったらぜひ教えてください。ということで、今週もたくさんテーマをいただいていますので、早速ご紹介していきたいと思います。まずはこちらです。今日様です。5歳の頃、幼稚園の転校生だった妻を好きになりました。初恋ですかね。小学生の頃にはわざわざ妻の家の近くの公園で遊んだり、駄菓子屋さんへ通ったり。恋が実ったのは出会いから15年後。今は出会いから35年以上が経ち、結婚して19年。私の初恋の人を思い続ける記録はこれからも伸び続けていきます。ちょっと素晴らしくないですか。もう本当にドラマですよね。もう5歳の時からずっと奥様一筋。いや、素敵ですし、今日様の奥様が羨ましい。これぞ本当に永遠の愛を誓うという感じですしね。しかもこれからも思い続ける記録は伸び続けていますということで、いいじゃないですか。ロマンティックが止まらない状態ですけども、ありがとうございます今日様、素晴らしいです。そして続いてです。続いてはお魚大好き様です。私が子供の頃、バスには運転手さんの他に車掌と呼ばれる人が乗っていて、切符はその人から買っていました。腰にがま口のバッグを下げて揺れるバスの中、うまく歩き回っていました。そしてバスが走り出す時には必ず発車往来と言っていたんです。ああ懐かしいな、全然ピンとこないとちょっとピンとこないと思いきや、もう今もう一部技術さんのスタッフさんからは、もうわかる、懐かしい、真似してたっていう、もうちょっとナイスミドルの皆さんからはもう絶賛の嵐です。そういう、これ地域ごとなのか年代なのか、ちょっと気になりますよね。昔って言ってもね、どのぐらいなんだろう。昭和は車掌さんいらっしゃって、あれですよね、私ギリギリこう電車なんかでこう切符を切ってくださる方がいらっしゃったっていう時代の多分最後です。そうなんですね。じゃあ2人1組でバスの運転手さんとこう切符を切る方がいらした。いや面白いですね、本当時代ごとに変わってきます。お魚大好き様は多分私どものショップチャンネルの技術スタッフさんと同年代かもしれません。ありがとうございます。いや知らないことが結構多いですね。さあ、そして続いて未来様。私は文通してました。少女漫画雑誌のリオヤナカシの文通コーナーで相手を見つけて手紙を書いていました。可愛いレターセットを買って送りました。返事が来るのをワクワク待っていました。
返事が来た時はすごく嬉しかったので良い思い出ですということで、素敵ですね。結構私のお友達とかでも文通をしているお友達いましたし、私はこのですね、丸になってますか、このりなんとかんとかね、流行ってましたよね。毎月付録っていうのがつくんですよね。でもその付録が欲しくて欲しくて、私はですね、毎週1ヶ月お小遣い500円だったんですが、もうほぼほぼその漫画雑誌を買って付録を集めることに専念してました。でたまに結構お祭りとかでこういう付録をこうくじ引きでなんかゲットしたりもできたりとかっていうことで、文通素敵ですよね。なんか今ちょっとこうかなり IT 化進んでましたが、やっぱり文通で残りますしね。交換日記とかありました、ありました。いや素敵。あとね、こう紙で残るっていうのもいいですし、きっとポストにねワクワクして走っていかれた未来様の雰囲気わかります。ありがとうございます。さあそして今週のテーマすごい盛り上がりますよね。嬉しい。いくらこぼれ丼様、デパート屋上の遊園地、子供が遊ぶにはちょうど良かった気がします。4歳上の姉にあのお化け屋敷どこだったのと古い記憶を聞いてみたら、それもデパートだったと教えてくれました。え、お化け屋敷がデパートの屋上にあるんですね。へえ。あと20円で、あ、パンダが歩くのはありました、ありました。私たち20円、ここで買い寄せてる、私たちの時はね100円ぐらいですかね、はい。あとちっちゃい観覧車とかもありませんでしたかね。え、盛り上がりましたよね。今ねデパートの屋上ってあんまり庭園とかになってますので、ありがとう。あ、ビアガーだね、これからありそうです。いくらこぼれ丼様ありがとうございました。さあということで、ちょっと駆け足になってしまいましたが、このお時間こちらご紹介です。お、じゃじゃーん、全国桜ハンティング、桜前線上昇中、ご紹介をさせていただきます。もういよいよですね、九州から今東北に向かってということで、まもなくちょっと制覇できそうかなということですが、まず最初送っていただいたのはこちらです。なんて広くて綺麗な青空と、こちらはですね、ジコロ様が岩手県の桜をハンティングしてくださいました。岩手、桜とゲートボール一休みする人たち。あ、下に座ってらっしゃる方は今ゲートボールのプレイ中なんですね。うわ素敵、いいお天気ですし空が綺麗です、ありがとうございます。そして続いて、あずき2号様が福井県の桜をハンティングしてくださいました。福井県の友達が桜の写真を送ってくれました。ウォーキングの途中で撮影したそうですということで、綺麗ですね。あずき2号さんもお友達たくさんいらっしゃって羨ましいな。で福井も桜満開になってきましたということで、もう残るは秋田、青森、北海道あたりで見事制覇ということで、ぜひちょっとそのあたりでお住まいの方お待ちしています。さあということで、まだまだ募集をしています。そして今週あと1日となりましたが、まだまだ募集しています。こちら昭和プロマイド仕様になっていましたね。明日はネズキャストが担当となりますので、あ、懐かしき昭和のエピソードお待ちしています。そして次の時間はちょっと今日プロマイド、あー、生ですよ、生でお届けしていますということで、次はですね、うつまるお届けしています。そばちゃんしたことのある2人ということで、え、もう可愛すぎる、やめて、さっきゲスト、もう昭和のアイドルもねちょっと勝てないわというから、全然変わってない、ビューティーすぎる。この美しさの秘密はこの後のコスメにあるかもしれません。ね、ちょっとお茶イコーンのプレゼントコーナーでぜひプレゼントしたいぐらい素敵なんですが、ということでこの後は佐々木キャスターお届けですので、ぜひこの後もお楽しみいただければと思います。それではこの後も皆様 Have a nice tea。 パーリーデュー大人ベイビーパウダーがさらにバージョンアップ、お肌に溶け込むような新感覚パウダーの誕生です。